上り線コーナーより見た関越トンネルの入り口上り線施設内部。関越トンネルの概要を説明するコーナーが設置されている。土たるパーキングエリアは、新潟県南魚沼組湯沢町にある関越自動車道のパーキングエリアである。関越トンネルの北側に位置しており、トンネルに出入りする車両に対してタイヤチェーンを脱着させることを目的に設置されたものである。 関越トンネルは、金属製のタイヤチェーンの装着が禁止されている。当期に、チェーン規制が実施される際には、関越トンネル南側の谷川学 PA 同様、スタッドレスタイヤや、大型車も土たるパーキングエリアに誘導され、タイヤの確認が行われる。このため、谷川学 PA 同様に渋滞が発生しやすい。PA 自体の設備は、トイレと、 自動販売機のみで売店などはないが、駐車場の広さは、サービスエリア並みである上に駐車場のほぼ全域に、消雪パイプが行き渡っており、積雪の影響なく、スムーズな着脱が可能となっている。開通当初は、チェーンの脱着所だったので、トイレも存在しなかった。また、関越トンネルは、核燃料以外の危険物運搬車の通行が禁止されているので、該当車両用に、 上り線から下り線への緊急退出路が設置されている。ありがとうございます。